はい皆さんご機嫌いかがですか今日もこの動画をご覧くださりありがとうございます多くの方が見ていてくださるのでとっても励まされていますね今後ともよろしくお願いしますさあ今日は10月23日ですが22日現在の情報をもとにお話をしたいと思います、えー、副題がハマス幹部の息子の証言こういう題になっていますまあ週末ですね これ重要じゃないかなと思ったテーマが3つあるんですね。それを紹介したいと思います。まず1番目に IDF、イスラエル国防軍ですね。IDF による宣教発表、2番がハマス幹部の息子の証言、3番がイランとの交戦の可能性、この3つについて今日はお話をしたいと思います。最後までよろしくお願いします。では行きましょう。1番目。 IDF= イスラエル国防軍による選挙発表まあ今回の紛争の始まりが10月7日土曜日でしたね7日土曜日の早朝テロ組織ハマスによるテロリスト集団がイスラエルに侵攻しましたそして2週間が経過しましたまあ7日が安息日だったんですねこれ今黒い安息日 ブラッック・シャバット黒の安息日と言ってもいいいかもしれません黒暗息日と呼ばれるようになっていますねまあ水晶の夜という言葉がありますがあのネーミングを私は思い出しています。IDF の発表によればテロ組織これ正当でもあるわけですがハマスは2週間の間に6,900発以上のロケット弾をイスラエルに打ち込みました。 2週間ぶりに国防軍が集計して数字を発表しているわけです。千発以上が打ち込まれまれした着弾した地がハイファハイファというと北部の主要都市ですねベールシェバこれは南部の主要都市ですテルアビブこれは地中海岸の商業の中心地そしてエルサレムイスラエルの首都ですねそこに及んでいるつまり ほぼイスラエル全域をカバーしちゃってるということですねで。最初、ロケット攻撃があり、それに続いて数千名の武装テロリストたちが、陸、海、空の3つの経路から国境の防護防護策を超えて、イスラエル国内に侵入してきました。まあ、イスラエルは多額の費用を投入して、防護策というのを防護フェンスを作ってたんですが、これがいとも簡単に、 乗り越えられてしまったというねこれちょっと驚愕の事実があるわけですねでそのテロリストたちは1400人以上の人たちを虐殺したわけですその中には外国籍を持っている人も含まれていたわけですそして少なくとも210人を人質としてガザ地区に連れ去りましたまあ現時点では210人という数字が出ていますねその後のテロ攻撃とロケット攻撃により イスラエル側にさらに4600人以上の負傷者が出ています。これが IDF による集計報告です。10月18日水曜日のことでしたが、IDF はある発表しました。それは、ガザから発射されるロケットの精度が落ちている、誤射率が増加していると発表しました。その時は誤射率12%でしたが、その中の一発が、皆さんもご存知の、 ガザの病院に落ちて病院を破壊するという出来事につながったわけですね。ところがハマスはイスラエルの空爆で500人以上が殺されたとこれは虚偽の発表ですね偽の発表をしていましたこれは誤ってハマスが撃ったロケットが落ちたということですねこれは18日のことでした10月20日金曜日ハマスは人道的処置だとして2人の米国人捕虜を 親子お母ささんんと娘さんですねこれを解放しましまたこれは二重国籍イスラエルとアメリカ国籍を持っている二人を解放しましたこれは人道的処置、まあ、援助に対する応答としてこの処置をしたと発表しました IDF はこのハマスとの一連の戦争を今回鉄の剣作戦オペレーション・アイエン・ソーズ 鉄の剣作戦と命名しましまた、ね、で IDF によればこの作戦のゴールはガザ地区を支配すするテロ組織ハマスの殲滅で,すでそのための手順が3つあって1つはまずイスラエル国内に侵入したテロ,テロリストたちの一掃テロリストをなくすということ2番目ガザ地区のハマス関連の建物の空爆とハマス幹部の殺害今この 2番目が実行にすされているわけです3番目ガザ地区への地上作戦この3つのステップでこの作戦が進行中であると発表していますねで北部地区ではヒズボラとの小規模な衝突が毎日のように続いているんですが今回の IDF の選挙発表にはその情報は含まれていませんでしたこれが2週間経った時点での イスラエル国防軍による選挙発表で私たちが大体知っていることをまとめてくれているなという感想を持って読ませていただきましたさあ今日の動画の2番目のポイントハマス幹部の息子の証言これが何,何なのかということですがこれこの証言を聞いていると日本のメディアや日本の政治家はしっかりと彼の言うことに耳を傾けた方がいいということ痛感しますね。 このの息子の名前がモササブ・ハッサン・ユーセフと言います。彼は数年前に10年以上前ですね本を出して自分の証しの本を出して大変反響を呼んだことがありました有名な人です彼はハマスの創立メンバーの一人がいるんですがその息子ですですから彼が育ったのはハマスの幹部たちの間で育ったようなもんですがその後彼は組織を離れましたそして今はクリスチャンとして アメリカに住むようになってますその彼がアメリカのフォックスニュースの番組に招かれてインタビューを受けてそれに応えてるんですがその内容が非常に下に飛んでる内容ですのでここで紹介したいということになったわけです彼が離れるきっかけになったのは何か1990年代に彼はハマスの残忍な行為を何度も目撃したそうですそしてハマスというこの組織は力を 持ったらつまり支配者になったら大変なことになるこの組織がパレシナ人にとって危険な存在になると確信しそこから離脱しました、まあ、彼はインタビューの中でこう言っていますねハマスには人命に対する敬意がないと自分が離脱してから25年経ったけど自分が予想した通りの結果になっていると彼が発言していますね25年前から今の状況を予見していたということです さらにガザ地区への地上作戦についてどう思うかと質問されてこう答えていますね彼の答えです。これは醜い戦争であるアグリーな戦争であるけれどそれを始めたのはイスラエルではない始めたのはハマスなんだと彼は強調していましたそしてさらにまず大切なことは一般市民をエジプトに避難させることであるガザ地区の住民を 避難させる女性子ども50歳以上の男性などは無事にエジプトに入れるだろうと彼は言ってました。で3番目に次にガザ回路を南北に分断する必要がある。危なないのは北なんですイスラエルに通じるトンネルのほとんどが北部に掘られています。4番目に人道的援助はハマスが完全に排除されてから実行すべきである。彼の意見は 援助物資を現段階で送るのは間違いだともうテロリストに渡っちゃうからそういう厳しい意見を語っていました。ハマスは自らの政治的ゴールを達成するために政治的ゴールというのはイスラムの原理主義を広げるということです。それを達成するためにパレスチナ人たちを利用しているガの住民を利用しているということを言い切っていましたね。そして6番目にイスラエルは セロンを味方につけることよりも最も残忍なテロ組織を殲滅することに集中すべきである今はハマス集中にハマス殲滅に集中した方がいいと勧告していましたねまあハマスの実情をよく知っている人がこういうことを言い切っているわけですから私たちにとっても大いに参考になる意見だと思いますねさあ今日の動画の三番目のポイントですがこれはかなり主観的な 気持ちも交えての話になりますが、イランとの交戦の可能性です。2週間経ってるんですが、イスラエルはガザ地区への地上作戦を引き延ばしています。なぜかという疑問が当然湧いていきます。時間が経つと、前線に配置されている兵士たちの士気に影響を与えます。これ、2週間も待っているというのは、兵士たちは大変だなと予想できますね。 また国際世論の同情心も薄らぎますイスラエルに同情した人たちがだんだんイスラエルに対する怒りを持つようになってきますねですから早くした方がいいように思うんですが延期の理由がいくつか考えられますねまあ3つぐらい理由があると思うんですね一番目できるだけ多くのガザの一般市民たちが避難できるように彼らに時間を与えているこれ立派な理由ですね2番目 欧米の首脳たちのイスラエル訪問が終わるタイミングを見計らっている。これも考えられる理由です。3番目、予備役の兵士たちを30万人前後招集したので、武器の提供と前線への配置に時間がかかっている。これもまあ、ロジスティックの面で時間がかかると、これも納得できますね。まこれらは全て納得できる理由ではあるんです。しかしですね、イスラエルが本格的な地上作戦を 延期していることに私自身はある種の不気味さを覚えているのも事実ですね、まあ、私は過去に何度もイスラエルはいつかイランを攻撃せざるを得なくなるだろうと書いてきたし語ってきましたそして思うのはあるいは今その時が迫っているのかもしれないということです皆さんもご存知のようにハマスとヒズボラを操っているのはイランです そしてイラン自体は自らが行っているテロ行為のゆえに反撃を受けたってことがないわけです。イランは自分が被害を受けないでテロ行為を行っているわけです。でこのイランですねもし彼らがイスラエルや米国への攻撃を開始すれば今回の紛争は間違いなく広域戦争につながりますね。戦場が広がるということで。さらにあってはならないことですけどイランが 核兵器を使用する可能性まで考慮するとこれは何としても今の段階でイランの暴走を食い止める必要がありますねイランが核兵器保有国になるのはそう遠くない将来のことだと私は考えています最近の発表ではアメリカの国防省が東地中海につまりイスラエルの海岸に二隻の空母を派遣すると発表しました 具体的にはジェラルド・フォードを中心とする空母打撃軍とドワイト・ D ・アイゼンハワーを中心とする空母打撃軍でこの2つのグループを派遣したというんですねアメリカが保有する空母は4隻なんですその半分までイスラエル沖に派遣するというのですがこれ大変な決断ですね。この決断は 単にハマスとヒズボラに対する抑止力のためだけでしょうか具体的な証拠はありませんが私が感じるのはアメリカの国防省が攻撃戦争の可能性を何か察知しているんじゃないかそしてそのための準備をしている可能性が大いにあるなあということですねつまりイスラエルが事前にイランを攻撃する可能性が高まってきている時期に入っている。 というふうに感じているということですねこれからどうなっていくのか私にはわかりませんがそういう予感がするということをお伝えしておきたいと思いますまあ確実に言えるのはイスラエルがガザ地区への本格的な地上作戦を開始するこれは確実に言えます近いうちにこれが始まるでしょう問題はそのタイミングと攻撃対象ですね特にイランをどうするのかこれが悩ましいところです イスラエルの政治的リーダーたちは神からの知恵を必要としていますね。このためにぜひ祈ってください。今日はこれで終わります。また近いうちにこの続編をお届けしたいと思います。ありがとうございました。